今日は、雨の日に撮った動画なんですけど、サンキャッチャーを作っていこうと思います。サンキャッチャーっていうのが何なんか分かんないっていう人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういう方がほとんどかなと思うんですけど、サンキャッチャーっていうのは、北欧とか北米とかの日照時間の少ない地域で作られたと言われている、道具です。光をね、太陽の光を部屋の奥まで取り入れるための道具です。で、ちょっとのね、太陽でも部屋の奥の方まで入れたいっていうことで、太陽の光がそのガラスのカット面に当たると光が分散して、ちっちゃい虹がいっぱいお部屋の中に広がるんですよ。で、部屋の遠くに行けば行くほど大きい虹になっていくっていう、すごい可愛いんですけど、私これを作って販売をしています。実店舗さんの方でね、置かせていただくこともあれば、ネット販売とかもしてます。で、これが、この大きいのがね、あれです。なる、キャッサンキャッチャントップ。もう、なんて言っていいか分かんなくなっちゃう。そう。で、これを、使っていきます。今回、この動画で作っていくサンキャッチャーは、基本的なストレートタイプのもの。もしかしたら皆さんもどこかお店とかで見たことがあるかもしれないタイプの、一番下に、一番大きい丸いガラスの玉があって、でその上に何個かガラスのビーズをつないでるタイプのものになります。で、なんかこの銀色のちっちゃいビーズみたいなやつは潰し玉って言って、ギュってペンチで潰すことで、そこから先にビーズがいかなくなったりだとか、あとはワイヤーをね、止めたりすることができます。で、その潰し玉を使って今ギュッと締めて、サンキャッチャーのトップ、こぼれるサンキャッチャーのトップをね、止めていってるところです。できました。もうこれだけでもめっちゃ綺麗なんですよ。プリズムいっぱいいっぱいプリズムができる感じで、こうやってだんだん下に入れたいものから順番に入れていってます。で、こう間に金属のパーツ入れたりとかして可愛くやってます。で、私この材料を選ぶとき左手で選びます。なんでかっていうと、割となんか右手はロジックな感じで、ロジカルな感じで、左は右脳とつながってるから、こう感覚的な直感とかが冴えるかなというそういう意味で左手で選んでます。で、そうですね、この使ってる色にも意味があって、私カラーセラピーの勉強も何種類やったんだろう、 1,2,3,4 種類ぐらいしてるんですけど、そのカラーセラピーのこう色の使い方の効果だったりとか、どんな風な人に向けてこう使ってほしいなっていうのを考えながら作ってます。で、この今作ってる分はお店に納入させていただく分になってます、ね、これ最後の引っ掛けるところの輪っかを作ってます。こんな感じでね、作ってるんですけど、私このサンキャッチャーに関してはそのカラーセラピーを取り入れてるっていうのがあるので、一個一個のサンキャッチャーにめっちゃ時間をかけてメッセージを一個ずつつけてます。そのメッセージをこうピンときたのを書くっていう作業が本当に一番時間も使うし神経も使うところなんですけど、こんな感じで出来上がりましたよ。
でこの日は雨が降ってたから曇り空で、あの日の光が当たらないのでキラキラがちょっと少ないんですけど、それでもこんな感じです。で光が当たるとこんな感じです。今これ全然違うやつをつけてるんですけど、でこんな感じね、窓辺に吊るしてキラキラって光が出てますね。はい、今日もありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また会いましょう。